信頼を裏切る事態を、まあ、招いてしまいましたもので、改めてその陳謝申し上げます。三重県などによりますと、先月20日、津市稲葉町の障害者施設三重県稲葉園で、重度の知的障害のある男性入所者が精神的に不安定な状態になり、掃除をしていた男性職員に噛みつきました。噛みつかれた男性職員は入所者に馬乗りになり、脇腹などを殴りつけたということです。入所者にはこの暴行でできたとみられるあざがありましたが、骨に異常はありませんでした。男性職員も軽いけがをしたということです。その後、同じ入所者に蹴られた別の男性職員も入所者を蹴り返したとみられています。現在、先に暴行を加えたとみられる職員は休職していて、もう一人の職員は自宅待機中だということです。